は定例記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに知事から説明があります。よろしくお願いします。はい、まず大阪880万人訓練の実施についてです。9月の5日に大阪880万人訓練を実施をします。この訓練は平成24年度から大地震、津波の発生にを想定をして、一人一人が事前に考え行動し再確認をしていただくために実施をしています。訓練は11時にスタートします。3分後の11時3分に緊急速報メールが府内の携帯電話に発信をされます。メールを受信された方はまず机の下に入るなど地震から身を守る、次に揺れが収まったら津波に備えてすぐ逃げるを実行していただきたいと思います。合わせて府内全市町村においても独自の緊急速報メールの発信や防災無線の拡声器による放送、避難訓練などさまざまな連動訓練を実施をいたします。当日私は貝塚市で行われる津波からの避難訓練に参加をします。阪南港阪南3区の事業者の皆さんと一緒に貝塚一律の 北小学校へ避難をします。ぜひ880万人訓練に参加をし災害にしっかりと備えてください。次に大阪社会課題解決ファンドの活用促進に関する協定の締結についてです。大阪府では今年度から産業化戦略センターを設置をし、幅広い行政課題や社会課題の解決にもつながるビジネスの産業化に取り組みを始めました。また大阪信用金庫とフューチャーベンチャーキャピタル株式会社により大阪社会課題解決ファンドが創設をされることになりました。このファンド創設を機に大阪府と大阪信用金庫フューチャーベンチャーキャピタル株式会社で協定の締結をいたします。大阪府がファンドへ投資先となりうる企業の情報を提供するなど3社が連携をしてファンドの活用促進に取り組みます。明日31日、15時30分から協定の締結式を行います。私も出席しますんで積極的な取材をよろしくお願いします。次に地方消費税の生産基準見直しに関する提言についてです。地方消費税は国税である消費税と合わせて国が徴収をしており、税収の最終消費地に帰属させるために都道府県間で生産を行っています。その生産の基準については平成30年度の税制改正に向け国において見直しが検討をされています。現行の生産基準では販売側の統計のみを使用しているために小売りにかかる地方消費税がすべて販売地の都道府県に属してしまうなどの課題があります。そのために消費者側の統計でもある全国消費実態調査を活用するなど生産基準がより適切なものとなるように国に対して問題提起を行いました。国においては本府の提言を踏まえ生産基準をより適切に見直していただきたいと思っています。次に大阪文化芸術フェス2017についてです。大阪府では多くの府民や観光客に文化芸術に親しみ体験する機会を提供をしています。今年度から新たに10月を大阪文化芸術フェスの月間とし、府内のさまざまな場所で多彩な文化プログラムの集中的に実施をいたします。一部をご紹介をいたしますと、10月の1日世界遺産登録の応援大使でもあります歴史さんの大阪城ライブを皮切りに大阪ゆかりの役者が出演する歌舞伎の公演、フランスバルドワーズ県との友好交流30周年を記念したクラシックコンサートなどを行います。また万博記念公演では F1 やスーパーカーのイベントなどを開催します。明日31日に開設するウェブサイトなどをご覧をいただき、大阪文化芸術フェス2017で大阪の文化魅力に触れていただきたいと思います。最後にセーフティードライブフェスタについてです。大阪府の交通事故件数は全体では10年間で約4割減少しているものの、高齢ドライバーによる交通事故は 1.1 倍に増加しています。
このため大阪府交通対策協議会では高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりなどを進めています。さらに自動ブレーキシステムなどを搭載した安全運転サポート車の普及啓発にも取り組んでいきます。この度その取り組みの一環として大阪府と包括連携協定を締結をしている大阪地区のトヨタ販売店の各社との共催で9月の2日に万博公園にてセーフティードライブフェスタを実施をいたします。イベントでは安全運転サポート車への同乗や子ども向けの交通安全コーナーなども実施をします。高齢者をはじめ府民の皆さんにぜひお越しをいただきたいと思います。僕からは以上です。それではご質問をお受けしたいと思います。まずはじめに幹事社の関西テレビの田中さん、よろしくお願いします。関西テレビです。大阪880万人訓練について伺います。まあ、今回6年目ですねの開催となりますけれども、今回特に、府民や参加者に注意してほしい点などはありますでしょうか。いや、もう今回特に注意してほしいというか、これは毎年やってるのは、そういう地震が来た時にもう条件反射的にまずは自分の身を守ると、そして津波までのその到達時間内に高台に逃げていただくと、これをもう繰り返すことによって、もういつ来るか分かりませんから地震が、そのもしもの時に慌てないようにしていただきたいということで毎年続けてるんでね、毎年のそのもう繰り返しです訓練の、それで、まあ、体に染み込ませていただきたいと思ってます。まあ、過去の経験からですね、避難の際のですね課題というのはありますでしょうか。南海トラフの巨大地震の際には逃げることが大事でありまして、そのためにもね、普段からどこに逃げるか、家族とかそういうね、こう知り合いとかね、その時にはやっぱり通信システムをダウンしてるんでしょうから、まあ、どこに逃げるかということを、普段から皆さん確認をしておいていただきたいということです。またそういう災害の発生時には情報を早く入手をして適切に避難行動が取ることが大切であります。大阪府では大阪防災情報メールで災害に関する情報を発信しているんで、まあ、未登録の方はぜひこの機会に登録をしていただきたいと思います。続きまして、大阪社会課題解決ファンドについて伺います。まあ、ありますように行政課題や社会課題の解決につながるビジネスということなんですが、これどういったものなんでしょうかね。でもこれどういったものかは民間の皆さんにの発想力で社会課題を解決するビジネスというものをね提案していただきたい。我々ではねそういう、想像できない、からこそ民間の皆さんに民間の発想力に期待してますから、ぜひ民間の皆さん振るって応募していただきたいと思います。今後ファンドにおいては、具体的にどういった取り組みが行われることになるんでしょうか。このファンドの活用促進に向けたセミナーやイベント、これを開催してもらったり、投資先に対してさまざまな産業支援機関と連携をして成長のための経営支援を行うということがをファンドから聞いています。感謝からは以上です。それでは次の質問よろしくお願いします。朝日新聞の矢吹です。よろしくお願いします。昨日の戦略本部会議について伺いたいんですけれども、福祉の大学統合について、再来年の法人統合と22年の大学統合という方針案でしたけれども、これに関してですね、まあ、審議会の中からはもうちょっとビジョンを明確にという声が出ているようですけれども、これはそういったビジョンを改めて示すというお考えもあるんでしょうか。いや、昨日大学の寮学長が来られてね、もう今でも、寮大学が一緒になって、まあ、さまざまな研究の取り組み、こうの事例を出されてました。要はバイオ創薬とか、あの部分でのね、
その連携で新しい商品をがもう生み出しそうになってるとか、まあ僕が昨日聞いてたのは内臓脂肪、肝脂肪っていうんですか、肝臓の、その脂肪がどのぐらい、その脂肪肝になってるかどうかを今までの検査と違う方法でスピード感持って安価で正確な検査をできる機器を民間と組んで、ほぼ実用化が見えてきたと。もうこれこそがその大学のね、その将来ビジョンだと思いますけどね。要は形だけを一緒にするんじゃなくて、両大学の今まで持ってるそういう力、研究成果で、両大学のにいらっしゃる、そういう先生方の頭脳をこれ一つにまとめて新しいものを生み出すと。で、今まだ大学ができてないけどね、今はまだホールディングスもできてない。これは2019年にまずホールディングス作るんだけど、もう大学はもうまさに今一体で動き出して新しいものを生み出してると。これこそがね、もう将来ビジョンじゃないですか。もう見えてるじゃないですか。だから議会の方ね、じゃあ今僕が言った具体的にこういう商品生み出されそうになってると、これやめるんですかっていう話です。だからもうその議会が言うねビジョンってよくわからないね。僕はあれ読んでもらったらすごい希望が詰まってると思いますよ、不死両大学のさまざまな、提案、で取り組み、それこそ将来ビジョンだと。もう本当に目に見えて、これはもう素晴らしいもんが生み出されそうというふうなことを僕は感じてます。だからこそもう将来ビジョンはだから目に見えてると思ってます。そうしますと9月議会始まるまでの間に新しく何かそういったビジョンのようなものを出したりとか議会側に示したりというのは今のところお考えでない。両大学がこれまで、もう協議をしてきて、昨日出していただいた両大学からのプレゼン資料というか、あれだけでももう将来ビジョンだと思いますんで、あれ読んでいただいたらよくわかると思いますね。ありがとうございます。次のご質問お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは定例記者会を終了させていただきます。ありがとうございました。今日にかけてですね、兵庫維新の会の水田さんをですね、市長選に擁立する方針を、報道もありなんですけれども、候補としての公認推薦というのはもうしないんですか。これも兵庫維新の会としてね、要は神戸市長選挙なんで、今の神戸市長がどのような部分がね、これは政策的に、我々側からすると否定する部分で、その神戸 の市民の皆さんに、これ自分が市長になったらこういう政策を実行するというのは、これは神戸の課題なんでね。だから、神戸維新の会とはないんで、兵庫維新の会の中で、その政策をね掲げて、それは独自判断すべきだとそう思ってます。でないとその党本部が全てまたその地方自治体のそれぞれの地域の課題に口出すということは、これは文献じゃなくて要は、中央集権的な統治になってしまうんでね、だから兵庫の課題は兵庫で解決してもらうというのが我々の考え方です。
うん、それと申請するか公認するかも総合の権限というか時に決めてもらおう。だから兵庫の県連があの兵庫維新の会としてねこれやるんだと言えばそれはやっぱりその、そこの、組織の仲間ですからそれを尊重して、党としての判断をするということになるでしょうね、うん、まだでも僕のところに何も聞いてませんから、はい、ええ、お会いしたことはあります。いやそんなそこまであの何て言うかな、こう親しい人間関係ということではありません。あの以前あの神戸市長選についてあの大義が大事だというようなことをおっしゃっていたんですが、うん、なぜ現職がダメで、うん、こうなぜ維新の主張が立つ必要があるのかということを十分に説得する必要があるというようなことをおっしゃってたかと思うんですけども、うん、そうよ。その辺はなんかあの兵庫の方から説明は。いやだからまだ僕のところにはそういうね、こういう理由で戦うという詳しい連絡は僕は聞いてないんで、うん、まずは兵庫でよく話し合いすべきだと思います。その辺がまだちょっと十分できてないんじゃないかという感じっていうのが貢献になるんでしょうか。うん、まあ僕はまだ聞いてないと、うん、あの馬場幹事長のところには伝わってるかもしれないけど、うん、すみません、最終戦についてお伝えしたいんですけど、うん、あの7月のですね、あの下場で来年の住民投票が可決された場合には、この社会の皆さんはその結果を見てどう判断するか協議するのは当然で、その話し合いっていうのはすべきだというふうにご発言されたと思います。うん、で、あのこれはその発言というのは、長渕さんがもし当選した場合に、まあ、1期目の24年間で候補者について、まあ、議論する可能性があるというあの趣旨だというふうに私は受け止めたんですけども、もしそうであるとすればですね、この意見をする可能性があるんだよということだったら、まあ、選挙戦でそれについて触れるっていうことも、うん、あの一つ筋としては考えられるんじゃないかと思うんですけど、それは前提として来年 の、 あの住民投票で大阪市内での特別区設置を認められた場合ですから、前提として今まだ全くそこまで行ってないわけですよ。 それこそあの住民投票を了解してもらえるかどうか、これは最後公明党さんとの判断になるわけです。で、我々は了解してもらうために今法定協で叩き台のあの議論の叩き台を今度次回の法定協議会で特別区を出すと、この段階でね、いやあのなんで市長選挙のね都構想の、要は争点とし都構想が争点に入るということになるのか、これ争点にしようとしているのは竹山さん側だけでね、うん、今回の市長選挙は都構想は今まだ大阪市内においてもそういう状況なんだから、今回の争点っていうのは8年間の総括でしょうと、これが普通の感覚じゃないですか。なんで無理やり都構想の争点に持っていこうと、まあ毎日新聞もそうしたいかもしれないけどねだから今都構想はこれ住民投票できるかどうかもまだわからないんですよ。法定協できたばっかり、それが決まるのは来年、住民投票ができるかどうかも来年で、都構想の判断は来年の僕らは秋にしたいと思ってる。でもここは不確定要素がいっぱいある。そんな中でね、今来年の都構想賛成になった時は堺も一緒にどうですかと、ね、それあの争点になるような話なんかね、僕らは違うでしょと、もっと身近でやるべきこと堺がやってないでしょと、吉村市長と比べて同じ政令市どうですかと、これが争点ですよと言ってるんです。我々は吉村市長と、まあ、橋本市長時代やるべきことはやってきたんでね、この大学統合においても、うん、さっきの話、またあの大阪のインフラ整備についても、これは吉村市長だけじゃなく、まあモノレールやったら森口角間も巻き込んで、そういうこうあの大都市のインフラというのも動かしてきたんだね、うん、だから今度堺市のインフラで言うならばね、まあ吉村市長もぜひやりあの前向きに検討しますよというね、
中本の、 あの地下鉄への乗り換えね、こう仙北高速鉄道の、俺竹山さん全く興味示してないから議論すらできません。これどっち大事かね、次の選挙では。今まだ何にもそこまで、不確定要素があって決まってない都構想を争点にしようとしている竹山さんと、我々は今話し合いできる中本での、地下鉄への乗り換えの利便性向上、うん、これ市長選挙にさ、どっちが、あるべき、政策論争ですかっていう話。我々は今やれるべきことが次の4年の市長に課せられた一番の仕事だと思うから、そちらが、今回の、選挙の争点ですよと、こういうことを言ってるわけです。争点の設定という意味ではおっしゃることはすごくよくわかるんですけど、うん、こういったことを考えてますよ、将来的にできるんであればやりたいと思ってますよということを示しておくというのも、例えばそのどこかに書いておくとかですね、そういうふうにしておけば将来的にはこういったところを目指している人なのかなっていうのはよりわかるんじゃないですか。我々大阪維新の会としてね、これはもう大阪都構想というのはもう我々のもう政策の中心課題ですから、うん、でもこれ堺市の市長選挙の課題じゃないでしょと、今まずやるべきは、うん、だからこの堺の市長選挙のマニフェストのトップ項目に載るような話じゃないし、できるかできないかもわからないんだから、そんな大阪都構想は維新の会としてはこれは今の行政のシステムを変えると、大阪市と大阪府の関係を変えるということについてはこれまでももう言い続けていることですから、わざわざ書くような話じゃないし、今の時点で堺が入るということの話ではありませんから、だから堺市長選挙に入れる必要ないんです。もう一点だけ、この間長藤さんのマニフェストの会見があったんですけど、うん、そこで長藤さんが都構想については、当選したら4年間は議論しないということをおっしゃられたんですけど、うん、知事は以前その話し合いはすべきではないですかってお話しあったと思うんですけど、長藤さんの発言を受けても、この知事のスタンスには変わりはないですか。それは今の時点では議論しないところにいるわけですから、彼は議会も全く、維新の会の議員というのはもう少数なわけですよ、うん、そこで議論するってもできないじゃないですか、市長一人で。要は議会巻き込んで議論しないと、これはだから議論しないと長藤さんが言ってると、うん、まあしないというかもうできない状況ですよね、まだ、うん、だから僕は何度も言ってるように、今まだ不確定要素がいっぱいあるけど、いっぱいあるけど、とにかくまずは大阪市内で特別区を認めてもらうことに全力を尽くすと。それができれば、できればですよ。今はまだできてない。できるためにもまだまだハードルがあって課題ある。できれば大阪府下全体でグレーター大阪というのを我々考えてるんで、それができれば そういうものについてね、みんな興味を持ってほしいと思う。だから僕はもう自分の八百屋けど、これできないけどね。やっぱり八尾市も特別区に入りたいと思ってるもんね、実際には、うん、それは大阪市内と今八尾市と比べればこれ全く何て言うかな、東京23区とそれ以外と同じようにね、うん、違いが出てるわけでね。だから我々はもうまずは、うん、僕が政治家の間にやれることっていうのは任期中の話しかやっぱり僕は任期を超えてまでのことを約束するのはこれは無責任だと思うから、だから僕の、政治家である間のね、仕事は大阪市内特別区まで、でも将来にわたってはやっぱり、グレーターロンドンというね、ああいう形をね目指していくべきだとは思うけど、それはもう、次の政治家の仕事だと思ってます。だから今はできないと思ってます、はい、できない、できないことは公約しないということだと思います。どうやってだから今都構想の議論をできるんかを教えてほしい、堺でできないもん完全に、うん、できるとすればしたい、だからそれすればって、その家庭のことをよく聞くけどね、どうやってできるとすればになるのか、うん、
だからそれはそういう機運が盛り上がってくるっていうのはまず一番大切なのは大阪市内でそれが、よしとされた時でしょう、うん、まあ、今全く堺で機運も盛り上がってないのに、そういう議論をする、そういう、こうタイミングではないとこう思ってます。はい、市長選挙の話に戻るんですけども、今回、このタイミングで、まあ、兵庫維新の会から、三田さんとの候補擁立という話が上がったのは、やはりその神戸の自民党が生活費問題に揺れているというのもやっぱり念頭にはあると思います。あのね、まあ、それは神戸の皆さんあると思います。要はね、要は役所の透明性、ね、意思決定の透明性で、お金の使い方の透明性、これをね、やっぱり大問題だと思いますよ。こういう成長費の問題も含めて、やはり大阪府議会でも、まあ、不適切なのはあったけど、これは不適切なのが発見されるのは全て公開してるからで、うん、だから行政を預かるもんとしての預かってるもんとして、やっぱり今回神戸の皆さんが一番ここが課題というのは、やっぱり物事がの決まり方、まあ、小池都知事に言うとブラックボックスになってるみたいなことじゃないの、うん、だから今回のでも、まあ、そう言いながらね、都議会の成長費も全部のり弁当になってるんでね、うん、で大阪府議会なんか全部ネットで出してるんで、うん、あれちょっとどうなのかなと思うけどね、うん、もう今や小池さん勢力がもう関数超えてるんだから、もうあんなのすぐにやれるはずだけどね、うん、だからやっぱり役所の透明性というのが一番今兵庫のその県議会市会議員兵庫維新の会の皆さんが一番変えたいところだと、そういうふうに僕はまあ推察してるというかね、うん、うん、ですけどね。ちなみに前回の神戸市長選挙では、うん、堺市長選の結果を受けて、候補の出馬の取り下げというふうなことがありましたけれども、うん、今回もそういうふうな、今回も同じように、やはり堺市長選があって、神戸市長選があるというスケジュール感の中で、うん、同じように出馬の取り下げみたいなことも考えられるのは考えられるんですか？これはもう兵庫維新の会の、兵庫県のメンバーが決めることです。まあ、そんな、いや、まだ僕は決定も何もしてないですよ。その堺の結果を受けてやめときますさって、そんなね、考え方にはないと思いますけどね。やっぱり神戸の課題を解決したいんだという思いで、うん、そのこう覚悟を決めてきたんじゃないかなと、そういうふうには捉えてますけど、うん、改めて三塚さんに維新の会として決めた理由というのは、松井代表自身はまだご存じですか？だから、それは何度も言うように、僕がどこどこの首長選挙ね、これやれ、あれやれっていう話じゃないんで、自分たちの住む町のことを自分たちでどうしたいかっていう判断で、首長選挙というのは戦うわけですから、今の堺の話もそうだから、うん、だから、まあ覚悟したんなら、神戸の皆さんに支持されるそういう政策をね、丁寧に説明して、まあ堂々と戦えばいいと思ってます。よろしいでしょうか？うん、堺市長選挙なんですけれども、うん、まあ、今回は松井代表まだ街頭演説の中に入られてないということで、少し、まだ局面ありますけれども、ゆっくりされてるのかなという印象もあるんですけれども、そこ何か意図とかっていうのがあったりするんでしょうか？いや、そんなことないよ。そんなことない。もう堺全区においてタウンミーティングもやったし、うん、会議にも出席してるし、うん、ただ今各メンバーがね、それぞれ街頭で、まあ、とにかくまだ選挙があるということも知らない人いっぱいいるんでね、その政治活動をしてるけど、
まあ、今僕は知事の仕事もあるから、うん、あの連日堺でね、要は、そういう活動はね、これ公務に支障が出るんでできないというだけです。いつ頃には本格的に活動したいとかっていう思いはありますか？いや、これはもう公務のに、支障のないように、うん、あの政治家としての活動は全力でこれまでもやってきたし、これからも全力でやります。他にございませんでしょうか？それではここに行くべきです。ありがとうございます。